アークヒルズフロントタワーは東京都港区赤坂2丁目にある超高層ビルである。アークヒルズの面する六本木通りを挟んだ向かい側の赤坂2丁目に2011年竣工した複合ビルである。アークヒルズの正面に立っていることからこの名称となった。地上22階地下1階建て。1階に店舗2階及び13階から21階がオフィス。 6階から12階を住宅3階から5階部分は駐車場として精神装置を集約した。森ビルが市街地住宅総合設計制度を使って開発にあたりビル内に住宅を設けることで容積率の割増しを受けた。2012年7月、旧行は不動産の出資する SPC がオフィス部分及び駐車場部分の区分所有権の一部を取得した。 近接する首都高速道路と同じ高さで、居住やオフィスとしては、環境の悪い3から5階部分には通常は地下などに、配置されることが多い駐車場を挟み込み、その上下に、オフィスや住居などのテナント部分を配置するという珍しい、フロア構成になっている。これは、アークヒルズフロントタワーは、都心のオフィス街に立地し、ビル内の住宅は、 眺望よりも利便性を売りにできると考え、広めのリビングスペースを確保して、住みながら働くといった使い方を想定しているため、通常の複合ビルとは逆に、住宅層を下層階に、オフィス層を上層階に配置した。また、駐車場のあるフロアに超高層ビルで、初めて精神装置を集約したほか、竣工当時としては、都内最大級のルーフガーデンも設けた。ありがとうございます。